夜6時半、いや、夜7時から8時半ぐらいまでのゲーム。夕飯時を想起させる。制限年節するよ。カレーを食いながら見るのがベストと言えるだろう。押し付けていく味方を。紙一重だよな、そういうふうに考えて。ソムリエとかもものすごい押し付けてるわけだから、自分たちのペースを。でもそれがいいっていう人もいるわけだよ。紙一重だよ。お、これまた夜の8時。夕飯時か半端ねえな、音楽。なんでだ、そういうふうに統一されてるのか、このゲームは。夕飯時に見ろ、やれよっていう。小学生が帰ってきて、夕飯食った後にプレイできるように、プレイしやすいようにしてたのかも。ありがて気遣いだ、そいつは。めちゃくちゃ金が。お、これはボールチェーン、ニードルグローブ、ウッチスタッフ。やったぜ。防具はねえのか、防具は。防具も売れよ。お、これ防具か。僧侶の方位、まだ早いだろこいつには。僧侶の方位は毛皮のベスト、魔女の刻印。早くね、この段階で売るには。魔女の刻印ってもっと後の後の後の後だよ。ラストス4歩手前ぐらいだよ、魔女の刻印は。片や魔女の刻印なのに、なんで毛皮のベストなんだよ。毛皮のベストと魔女の刻印が同列なのかよ。うるせえなって思ってるだろうな、このドワーフも。うるせえなこいつ。買うなら買えよ。すまんな。すまん。全く気にしていない、このドワーフは。確かにドワーフってそういう細かいことを考えなさそうだからな。俺の勝手な思い込みでドワーフの性格を決めてしまっていた。俺は恥。異文化交流を深めていく。異文化交流ってこういうことなのかもしれん。こんな真夜中すぎ、真夜中だったのか今。知らんかった。夜8時ぐらいだと思ってた。ここで右のやつはそらまあ寝れるだろうけど、左2人寝れるのかよ。ここ意外といけるんだな、こういうのも、こういう生活も。しかしこいつら、まあこの獣のやつは置いといて、残り2人の女はだいぶめかし込んで旅始めたのに、あんなわらんとこ泊まったらもう一日で台無しだろうよ。何のためにめかし込んだんだろう。ドロップ買っていくわ。ドロップむちゃくちゃ安い割に効果がクソ高いし、なんならこの聖杯も効果だけ割に安いし。こういうアイテムガンガン買っていくに越したことねえわ。なんで？ツルハシで爆弾が。
夜中だから、あ、やべ、寝たら朝になっちまった。まあでもいいか。ちょうどボスに差し掛かる頃にウルフ化するかもしれん。むしろそっちの方が都合いいわ。ウルフ調整していく。ローリングとは一体。お、懐かしい顔だな。昔は俺もマイコニが相手にブイブイ振るったもんよ、腕を。過去3日前。あ、でも武器を変えたからめちゃくちゃダメージ上がってる。こんな強くなかった。商売上手だな、あいつ。5000、3000と来たら1000ぐらいまで値切ってくれそうなもんだったのに。交渉知ってる、あいつは。本当に相手にしないといい。長い目で見ると舐められるからな、値切っていくと。その場は値切って買ってくれたとしても、後々あそこは値切れば安くしてくれるっていう噂が一人あるとして、どんどん定価で買ってもらえなくなる。意外とできるかもしれないです。もうこれは精神を上げざるを得ないか。素早さって何？素早さって何なの？素早さ上げていい？てかヒールライトの回復量十分だったから精神いらねえだろまだ。肉体、うー、ティンクルレインって驚いていたもの、ただの状態回復、状態異常回復だった。なんでただの状態回復魔法にティンクルレインになってるんですか。大層の名前つけたの。状態回復だよな。大層すぎるだろ。キュアとかで済ましてるとこだよ、他のゲームだったら。特にひねりもなく、キュアとかリフレッシュとか。おいウルフ、お前がもっと動け。お前が動かんの、選挙が動かんの。自分の重要性を知れよ。真っ先に前に出んか、お前前衛なんだから。躊躇すな。お、すぐ自動目になりやがるな。まあ力上げるか。力は誰が誰であっても役立つものだ。誰であれ力はあっても困らない。ボス臭くなってきたな。ボス臭がする。なんで、あ、この技使われるとやべえ。敵の殴りそんな効かねえけど、技はなんか知らんけどめっちゃ通るな。恐ろしい。なんで技だけこんな通るんだ。通常攻撃こんな大したことないのに目が覚めるような威力を出してくれ。いつの間にかモールベアが経験値6を叩き出すようになった。うわ、こいつめっちゃ硬い。そう、硬い的には。
ホーリーボール。これがあるじゃないか。やったぞ、結構強い。初めて マジシャン入れててよかったと思った。そうだな、殴りで倒せるやつなんて別に殴りで倒せるから、マジシャン一人いると雑魚的はかどるな。殴りでいけないやつ絶対出てくるから、まあ普段ちょっと面倒いけど、こいつこいつ、ここで生きてくる。こいつを入れてたことが、生きる。やった、めっちゃ経験値持ってるこいつは。何こいつ、素早さでいいんじゃない。こいつ知性と精神が丸字にだろ、こいつの、こいつのパラメーターぐらいだったら。ボス臭、一応回復しとくか。ドゥドゥン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 ドゥドゥ、なんだこいつ。ジュエルイーター出現。おい、なんかやってると魔法使えないのやめろ。ジュエルイーター俺が食い止めるぞ。ジュエルイーターシンスカ食い止める。長々と拘束するワニに対してダメージが出ない。70ぐらい食らせろよ一発で。まあとりあえずなくなるまで使おう。ホーリーボール以外に欲しいわ。せめて毎回違うやつだったらちょっと気も紛れるのに。あかん、めっちゃこいつ馬力あるぞ。ジュエルイーター、やりやがる。左から出たり入ったりしてるだけじゃねえぞ。こいつの必殺技の方が、こいつの必殺技の片手分の威力じゃねえか。マジで。ウルフ強すぎるんだよ。マジシャンが弱いっていうより。しかもまだ夜でもなんでもないからな。昼だからな、これ。お、ダイヤミサイル。これ欲しいわ。めちゃくちゃかっこいいじゃん、ダイヤミサイル。もう響きがやばいよな。ダイヤミサイル。こんなかっこいい土属性の魔法見たことねえよ俺。大体なんかストーンボールとかなんかそういうパッとしないやつなのにさ、ダイヤミサイルだよ。土タイプの埃みたいな魔法だ。やばいやばい、何もしてこねえな。ただ何もない時間じゃねえか、それで尺を使っただけ。お、これ一押しのダイヤミサイルだった。これ何としても欲しい。
フルーフ回復するか。ウルフそろそろ変身してくれ。2倍が変わらねえぞ。3、4分戦ってるけど俺に優しくない。変化くれ変化。なんだこれ、めっちゃ効いた。おいウルフ何やってんだ。休まず攻撃しろお前。お前メインアタッカーなんだ、分かってるのか。もうダメだこいつ、俺が使うわお前。ウルフお前俺の指示に入る。俺が指導する前に。やっぱドロップカットで正解だったわ。クソ時間かかる、味方が弱いから。何の時間だ。防御した後に溜めて攻撃するとか特に何もなく、ただ我慢するだけ。お味方クソ弱えんだけど、すげえ時間かかる。もっとパンチ効いたやつ中にすればよかった。早くも後悔し始めてる。意味を見出したよ、意味を。このパーティーにした意味を見出したよ俺は。こんなアイテム使うかこいつ。そんな強かったっけ。もうそろそろ死んだな、いくらなんだよ。もう死んだ。いやーめちゃくちゃ苦戦するな。これひでえな。さすがにもうちょいサクッと倒してよ。千年に一度世界に異変が起こるとき JL イーター生まれるっていうぞ。もっといいもん生まれるよ、千年に一度なんだから。橋本環奈と同じってことだよね、あいつが。橋本環奈と JL イーターかよ。全然天秤として不釣り合いだよ。多分な、全属性の魔法を手に入れてないからそんなパッとしねえっていうのはあるかもしれない。多分仮にこいつに有効な魔法を持ってたとしたらもっと早く倒せたはずだから、おそらくそういうことだろう。魔法がまだ充実してないと俺は見るね。さっきのやつ倒したから、次レベルアップした時に魔法は覚えるはずなんだ。それが楽しみだな。それだけを糧に生きていこう。その楽しみあるよな、ボス倒すたびに魔法を覚えるっていう。これは大きな楽しみ。あれ20分やってないのかまだ。まあいいや。